美香子です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は以前作った夏用のブランケットを紹介させてもらおうと思います。今回はリネンの布とダブルガーゼの布に蝶々とクロスを編んでアップリケにして縫い付けたブランケットになります。じっくり見ていきますと、コットン糸で編んだクロス、このような色を使いながら、そして蝶々を編んで縫い付けて、間に刺繍を入れて、そして布と布の間には薄いキルト芯を挟んで夏用のブランケットとして仕立てております。サイズの方は縦横80センチになります。では裏側の方も見ていきますと、このような配列でクロスと蝶々を編んでアップリケにして縫い付けております。こちらが裏側となります。全体を引きで見てみますと、このようになります。モチーフを編んで布にアップリケした夏用のブランケット、編み物と布の組み合わせ、最強に可愛いコラボなんじゃないかなと思います。夏用のブランケット作りの参考になれば嬉しいです。今回はこれで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバーイ。